はい、それでは定刻になりましたので、玉木代表定例会見を始めます。では、本日は大丈夫です。はい、よろしくお願いします。まず冒頭、私から2点申し上げます。今日からベトナムのハノイで、米朝首脳会談が始まります。北朝鮮の完全な非核化に向けた進展を期待しますけれども、この非核化についてはですね、トランプ大統領がすでに非核化については急いでいないと発言をしたり、あるいは差し迫ったスケジュールがあるわけではないと発言するなど、安易に妥協してしまうんではないのかなという懸念がありますので、その行く末をしっかりと注視をしていきたいと思います。ミョンビョンをはじめとした一部核施設の廃棄というようなことで合意をすることも報道されてますけれども、ミョンビョン以外にも核施設が多数あると思いますし、核のリストを出してもらわないと、安易に制裁の解除や、ましてや経済支援はできないと思いますので、金だけ出して、核やミサイルが温存されることがないように、しっかりとチェックをしていきたいと思っております。2つ目に、問題となっております、毎月勤労統計の、統計不正の問題に関する特別監察委員会の追加報告書が出ました。ざっと見ましたけれども、結局、室長をはじめ、部下に責任を押し付けて、問題はないとする内容になっていて、極めて不十分かつ残念な内容だと思います。しかも、組織的隠蔽があったかどうかということも議論をされておりますが、そもそも組織的隠蔽の定義、概念が多義的であって、確定的な定義がないので、組織的隠蔽には当たらないというふうにしておりまして、逆にその場しのぎの事務処理はしていたということですが、その場しのぎであれば、組織的隠蔽にならないのかということになりますので、何か組織的隠蔽にならないための追加報告になっているような印象であります。また、今回のですね、ローテンションサンプリングの導入に関してもですね、分かりにくさを解消するための措置であって、統計学的にも十分な合理性が認められるということを書き切っておりますので、いわゆるアベノミクスをよく見せるための政治的な意図を持って、特に官邸が主導して行ったかどうかについてはですね、官邸側に対する調査も不十分と思いますので、これは引き続き予算委員会はじめとして、またこれから間もなく議論の中心は参議院に移っていくと思いますけれども、もう衆参合わせて国会の中で引き続き厳しく調査をしていきたいと思います。合わせて我々がずっと求めております、いわゆる共通事業所のベースでのいわゆる参考値の2018年の年率の名目の賃金上昇率と物価を勘案した実質の賃金上昇率をいまだに出してこないということで、極めて不誠実だと思います。これ単に割り算か引き算をすれば出るので、検討会もなぜか専門家を入れて立ち上がってますが、割り算と引き算をする専門の検討会というのも、非常に情けないなと思いますし、そこに専門家の皆さんを集めて、一体何を議論しているのかなと思いますので、これは速やかに出すべきということを改めて求めたいと思います。以上です。はい、それでは一問一答質疑に入りますけれども、指名された方は社名とお名前のあった上で質問をお願いします。はい、どうぞ。フランス天皇及川と申します。天皇陛下の在位30周年の式典に出たご感想と、あと CM 動画が4日前のが国民民主党37万視聴回数、
もう一つのが4日前で36万視聴回数と、まあ、大変多い数になっている、そのことについてのご見解をお願いします。はい、30周年の式典は非常に感動的かつ印象的でありました。時々声を詰まらせて、金城陛下がお言葉を述べられていることが非常に印象に残っておりますし、特にこの近現代において平成という時代が戦争がない時代として終わるということに対しての考えを述べられたことについてはですね、非常に私も感銘を受けましたし、やっぱ平和を祈り、国民のそして国家の繁栄を祈り続けてきた陛下の思いに接して、非常に胸を打たれました。合わせて皇后陛下が少し、金城陛下が原稿というかそれ文を飛ばされたところがあって、それをしっかりと内容を理解した上で、アドバイスを差し上げていた姿を見て、非常にお二人の陛下と皇后陛下の支え合う仲の良さ、夫婦の愛はというようなこともですね、感じさせていただきました。あと動画については正直賛否両論をいただいております。ただいろんな意味で関心を持ってですね、見ていただいていることについてはありがたいと思っていますので、国民民主党やあるいは政治に対して、関心を持つ何らかのきっかけになっていただければなと思っております。はい、他いかがでしょうか。よろしいですか。じゃあ前から行きましょう。はい、通信小林です。はい、昨日 の、 官房長官の記者会見で、はい、東京新聞 の、 記者がそもそもこの記者会見をどう何のためのものかという質問に対して、官房長官があなたに答える必要はないというふうに言ったことが記者が問題だと思うんですけども、国民に対する説明の姿勢としてこういう官房長官の発言についてどういうふうに思われますでしょうか。私もそうですけど、時にね、厳しい質問をされたり、あるいは何度も同じ質問をされたりとすることもありますけれども、やはり説明責任を果たす人間は、どんな時でも丁寧に、その先に多くの国民がいるんだという思いを持ちながら、答えることが大事だと思いますので、官房長官におかれてはですね、ぜひ丁寧な説明を、やはりその国民の代表なんだと、東京新聞の代表だということで、国民の代表でないのかも、ないと思っているのかもしれませんけれども、やはりそれを聞いている多くの国民もいらっしゃいますし、その先に国民の思いがあると、国民の関心があるんだということを忘れずに、真摯に答弁していただくことをお願いしたいと思いますね。はい、じゃあどうぞ。新聞の政府がですね、児童虐待防止法改正案に裁判禁止の規定を盛り込むという方針と一致することがあります。政治の会見でも少し言っていますけれども、国民民主党としての、内容を改めて教えていただきたいので、はい、与党対策協会長に選挙対策もあるという見方もあります。その点についてですか。そうですね、これ我々としては、チルドレンファーストということをずっと言ってきましたし、虐待の問題についてはですね、さっきのゆあちゃんの事件の時から特に、問題意識を持って取り組んできたテーマであります。で、以前もここで申し上げたと思いますが、私も体罰については明確に禁止をすべきだと思います。子どもに対する体罰というのは禁止をすべきだと思います。で、その際に、児童虐待防止法や児童福祉法などで明文で規制を禁止をしていくということと合わせて、民法822条の教育の観点からの親の懲戒権ということについても、私はもう削除してはどうかと思っておりまして、先般の岡本座長が務めております我が党の担当部会においてもですね、そういった検討をすべしということをお願いをしている
指示をしているところでありますので、我が党としても子どもたちのに対する体罰を禁止すると、まあ、そういった方向で議論を進めていきたいと思っております。まあ、選挙対策かどうかについてはですね、まあ、コメントはしませんけれども、ぜひ子どもたちの健やかな学びにとって必要なことを行っていくという観点からですね、進めてもらいたいと思いますし、そのことには協力をしていきたいと思っております。はい、どうぞ。予算審議について、お伺いします。はい、先ほど代表議論が参院に移っていくという話がありましたけれども、与党は衆院で採決を提案していますが、この採決にあたって、厚労大臣の不信任であるとか予算委員会の解任についてはどういうふうに考えますか。はい、まあ、現場の国対に任せておりますし、野党第一党の立憲民主党さんなどともよく相談をしなければならないと思いますが、先ほど申し上げたように、予算審議の前提である2018年のですね、実質賃金がそもそもプラスなのかマイナスなのか、それさえわからないということであればですね、適切な予算編成って本来できないはずでありますから、速やかに出していただくことを求めておりますけれども、これ出していただけないんであればですね、またその時にはそれ相応の対応を考えなければいけないと思っておりますが、まあ、いずれにしてもまだまだ審議すべきところは多々ありますし、要求している大切なデータや資料も出てきていないということがありますから、引き続き衆議院での審議を積み重ねていく必要があると現時点では思っております。はい、どうぞ。日本テレビの方です。ちょっと話題変わって恐縮なんですけれども、ふるさと納税制度についてお話ししたいと思います。はい、大阪府のですね、泉佐野市がですね、納税の寄付額360億円に達するという記者会見を行いまして、それに対して石田総務大臣がですね、国を制するということもありました。この、税の問題とその今、消費税の軽減税率なども言われている中で、その、公正である、公正である、簡素であるべきだと大臣もおっしゃいますけれども、このふるさと納税制度について、どのような意見をお持ちでしょうか。はい、私は本来のふるさと納税の趣旨っていうのはですね、これは賛成しておりますが、ただ少し本来の趣旨に反してですね、行われているように見れる部分についてはある程度改善していく必要があるのかなと思います。ただ一方で制度として認められた以上ですね、地方自治体の自主性とか創意工夫が生かされるということも大切だと思いますので、国があだこうだですね、あまり言い過ぎないようにすべきであって、本当問題があるのであればですね、根っこの法律自体をきちんと改めるべきであって、法律の中で許されている創意工夫についてはできるだけ地方公共団体の自主性が生かされるべきだと思いますので、何かこう口先行政のようなことでですね、何ができるか何ができないのかが事前によく分からなくて、時の権力や大臣や担当者から言われたら変更しなければいけない、この先の見えない不透明な恣意的な行政ということを一番改めなければならないと思っています。はい、どうぞ。月刊誌の角田の宮島です。統計委員会は統計法に基づく事務局を含めて、これ審査官庁であるから文化官庁なんですけどね、その中前委員長がこの監査のトップになって、で、本来統計委員会という組織はですね、やっぱり厚生省のこの問題をやはり刑事告発したりですね、本来こういうことを解くような話だと思うんですけど、もともとこういうですね、この統計村でこうなんか知らないけど全員人を取ってくるようなね、やっぱり結局統計法違反ですから、本来行政庁はね、ということしか分かりませんけど、そういうふうにしないと真相は分からないんじゃないかと私は思うんですけど、この辺はどうご覧になりますかね。そうですね、もともとこの事案が発覚した端緒はですね、統計委員会の、西村委員長が、
やはりおかしいんではないのかと、プロの目から見て、事案がまあ発覚した、その大きなきっかけになったわけでありますけれども、まあ、その後のですね、さまざまなあの事実関係の解明であるとか、あるいは責任の所在の明確化ということに関して言えばですね、まあ、必ずしもそのことについてはあまり機能していないのかなという気がします。特にあのベンチマーク更新に関するですね、段差補正をしないということを明確に統計委員会にかけずに、その明確な承認を得ずに行っていることはですね、これ私は統計法違反だと思いますね。でそういったことをむしろ統計委員会は厳しく指摘をして、そのことに、つまり承認を得ていない計算方法に基づく統計が今世の中にもう既に出回っているわけですから、それはおかしいというようなことをしっかり言っていくのが統計委員会の仕事ではないかなと思いますので、ある意味もう少し客観性、独立性、第三者性と、あるいは専門性ということを高めた上でですね、こうした統計に対する国民の不信感を取り除くために、もう少し積極的な役割を果たしていただきたいなと思っています。はい、どうぞ。毎日新聞の遠藤です。本日発表されましたの統計の不正問題の観察報告についてなんですけれども、その中でですね、ローテーションサンプルの手法について、先まで言うと、まあ、問題なかったというような報告になっていると思うんですが、今までその、まあ、野党はアカデミック偽装ではないかということで、その部分を集中的に質問してきたと思うんですけれども、その、まあ、問題ないといった部分について、問題があるということをですね、第1回から第5回の検討会ではですね、毎月金融統計の改善に関する検討会においては、まさに専門家が集まって話をしていてですね、ローテーションサンプリングについてはやはり問題ありと結論を出しているわけです。出しかかったわけであります。で特にこれは昨日の国会でも私申し上げましたが、もちろん理論的にはいろんなやり方があります。ただ、ローテーションサンプリングの最大のネックは、現場の実務が回らないということです。3年に1回ですね、やるのが非常に頻繁になるし、そのことによって事務作業が、会社の数が減ったとしても、トータルとしては変わらないし、実際やってるのは都道府県や市町村という現場ですから、人員や予算の手当てができるのかというのが、あの時の議論だったわけですね。そのことを無視して、まあ、官邸の意向が働いたと言われていますが、急に調査方法を変更してやったことについての反省や検証がこの文の中には一切出てきません。で、理論的にはどっちもあり得るってことは、これも検討会ですでに言われています。ただ、実務が回らないんでどうするんだということがですね、最大の問題だったわけですが、そのことについての言及なくですね、何も問題なかったというのはですね、これは報告書として極めて不十分、あるいは不適切だと思います。ですから、まあ、結果ありきのですね、問題がなかったということを言うためだけの、これは追加報告書になっていると思いますし、これ今、さっとまあ13ページ、14ページ見ましたけれども、問題となっているこの官邸の影響がどの程度あったのかなかったのか、そのことについての検証が、残念ながらこの追加報告書の中には出てきません。しかも、調査対象者として、例えば総理秘書官であるとか、元総理秘書官であるとか、そういった方も入っているのかと思ったらですね、入っていないんですかね。まあ、その意味でも、まあ、問題なしという結果を導くための結果ありきの不十分な報告書と、不十分な追加報告書と言わざるを得ないと思います。どうかいかがですか。はい、じゃあどう。朝日新聞の山岸です。はい。統計不正と、まあ、若干、離れるんですけども、この統計不正問題をきっかけにして、まあ、この間ですね、そのアベノミクスが果たして国民生活、生活者の実感、あるいは家計にプラスだったのかどうかという、まあ、問いが出ていると思います。こういった中でですね、まあ、参院選控えている中で、今後野党がどういった経済政策を打ち出していくべきなのか、国民民主党はどういうふうに取り組んでいるのか、本当に考えをお願いします。はい、その点、非常に大事なポイントでありまして、
この前の私の総理の質問にもですね、実質賃金指数の、まあ、平成に入ってから30年間ぐらいの動きをあえて総理に見ていただきました。まあ、民主党政権に比べていいとかですね、民主党政権は悪夢だったとか、まあ、いつまでも人の悪口ばっかり言わないでですね、少し大きな視点で構造的な問題に目を向けていただきたいということを、まあ、申し上げました。つまり経済政策の大きな変更をなくしてこの実質賃金が下がっていくというトレンドはですね、変わらないんではないのかと、まあ、もっと言うと経済政策の変更を伴わないと国民の懐は豊かにならないということを申し上げたので、まあ、ぜひ家計を第一に考える家計重視の経済政策に転換をしていきたいと思いますし、でもう一つは消費税の観点でも申し上げましたが、やっぱり今の安倍政権の政策は金持ち優遇ですよ。で、金持ち優遇ではなくて普通の人が豊かさを実感できる政策にするのか、ここが次の参議院選挙でも大きな対立軸になると思います。で、一つ、まあ、これも総理と議論していて、やっぱり分かってないなと思ったのはですね、日銀の資金循環表を見てですね、国民の資産が非常に増えているというような話を確かされていました。で、それでまあ胸を張っていてですね、家計が豊かになっているっていうふうに言ったんですが、確かにですね、家計の資産は1859兆円と過去最高になっているんですけれども、問題はですね、中央値です。国民の、総理は平均すると、当然、全体が増えているから平均値は上がっているというふうに言うんですけれども、例えば資産のですね、家計資産の中央値っていうのは、安倍政権だって380万円ですよ。で、悪夢だという民主党政権は450万円ですから、ダウンしてるんですよ。ただ、全体として大きくなるということは何を意味しているかというと、むちゃくちゃ金持ちがいっぱい増えてるということですから、だったらそこは金融資産課税を強化して、少し金転化したらどうかということも言ったんですが、まあ、一切そういうことに関心がないと。だから総理の頭の中に正しい問題意識ができてないと、問題認識ができてないと。それは根っこの資料も間違ってるし、通りの頭で、通りの政策を進めていくんだったら、いつまでたっても庶民は報われないなと、強く思いましたので、やっぱ家計重視の経済政策ということをですね、我々は強く訴えかけていき、それを選挙の争点にしていかなければならないなと、改めてこの前の審議で感じました。はい、どうぞ。発端宮島です。先生と同じ地元の小川淳也さん、7回たって、で、ある日においては、事務局の方にですね、電話がやっぱりやまないんですか、100通超えたメールが来たり、非常に反響があったように私は伺っておりますが、田部先生も非常に一度聞いた質疑をされてましたけど、どういう国民の反響を今、受け止めておられるのか、メディアの状況を見ますとね、なんかあまり気がついてないという感じもするんですけど、今回の質疑加えましてね、国民の声、日雇いなんか外しちゃってるわけですけどね、そういうのを含めて、どういう声が日雇いには届いているんでしょうか。はい、私もですね、先日質問したらですね、まあ、確かにテレビ、新聞等の取り上げは少なかったと思いますが、かなりメールや電話や反響いただきました。特に高齢者の貧困の問題を取り上げたりですね、あるいはやっぱ高所得者に極めて今の消費税、まあ、今回やろうとしている消費税増税が有利になっているんだという話は初めて聞いたと。例えば7万円の負担で66万円の受益を受けることができる1500万円の所得の方がいるなんていう話もですね、そんなのは初めて聞いたと。まあ、あの時実は初めて、その日の朝に財務省からもらった資料で、私は質問したんですけれども、まあ、そういうことも含めてですね、やっぱりおかしいということを訴えかけてくる、そういった反響をたくさんいただいておりますので、やはり、政府がすべてうまくいっている戦後最長の景気回復だという一方でですね、生活の不安を抱え、あるいは少ない所得の中で一生懸命生きている方っていうのが、やっぱり世の中にたくさんいて、むしろその方が多数なんだと。で、そこに向き合う、寄り添う政治をやっていくのが、今求められてるんだなということを、私自身改めて感じましたので、
やっぱり懐に響く政策、先ほど言いましたけれども、家計第一の、家計ファーストの、家計重視の、そういう政策に、経済政策を転換していくべきということを強く訴えていきたいと思います。はい、どうぞ。産経新聞の広瀬です。自由党との政策協議について伺います。前回の協議では、原発や消費税について説明して、おおむね理解できたという状況で、協議も大詰めに来ているかなと思うんですけども、代表としてはここまでの、政策協議、順調に来ていると思うのか、それではもうちょっと時間をかけてやった方がいいのか、その辺の手応えを教えていただきたいというのがあって、と、またこの政策協議、党内の理解が進んでいるかどうかというところでしょうか。はい、最初の質問と2つ目の質問はリンクしていると思います。で、政策協議は幹事長の下で今進めておりますけれども、おおむね、方向性が一致してきたとは聞いておりますが、逆に言うと完全には一致していないということですし、加えてやはり党内への説明もしっかりやらないと勝手に決めるわけにはいかないので、そこは地方の声を聞くこと、党内の声を聞くこと、この手続きは丁寧にやっていかなければなりませんので、もう少し時間もかかるのかなとは思いますが、いずれにしても関係者の理解をよくよく得ながらですね、進めていく必要があると思っていますので、丁寧な協議を継続していきたいと思っています。どうでしょうか。よろしいですか。はい、ありがとうございました。